はい、こんにちは。物欲ない親父モンモンだよです。今回は私が大好きなビジネスリュックシリーズご紹介いたします。今回はロモスというところからのレビュー用品です。ビジネスリュックのねレビューが結構ねいろんな方見てくださっていて、自分自身も出張等でかなり、いろんなバッグをね使いたいなということがありますので、こういったねレビューをさせていただくのは非常に嬉しく思います。今回はそこまで大きくない1日出張ぐらいの容量が入るねリュックです。価格5499円となっています。ではチェックしていきましょう。外観はこんな感じです。素材としてはなかなかねいいかな、安っぽくない感じがしますね。なんかノースフェイスのバッグのようとかねいう声もありますけれども、このように雨を弾きそうな素材でできています。ちょっとしっとりとした感じ。このようにねブリーフケースのように使うことも可能です。リュックですが、今リュックのねショルダー部分を収納している状態ですので、このようにシンプルな手提げバッグとして使うことが可能です。で表にはこのようにポケットがありますので、さっと取り出せるイヤホンだったりお財布、まあ、ID カード等をね入れておくと良いかと思います。悪いレビューの中にはまず一つね、このメッキがすぐ剥がれるというふうにありました。確かにねメッキはまあガチャガチャとね擦れると剥がれてくるかなっていうふうには思います。そして一番表側のジッパーを開けます。ドーンと開けますと、このようにメッシュで区切られた、これは便利ですね。ここに特にね着替えを入れておくことで他の荷物と分けることができます。あと反対側にもこのようにメッシュと、あと小物が入るこのカード類であったり、あとここにはこの浅いねポケットがありますので、ここにもアメニティとかねいろいろ入れられるんじゃないでしょうか。ここに出張時の衣類は全て入るかなと思います。まあ1泊ぐらいかな、入るとしてもワイシャツと下着類それぐらいかな。そしてハンドルですけれども、横向きに持てる部分、これなかなか分厚くて持ちやすいハンドル。そしてやっぱねリュックの時はね縦に持ちたいので、このように、縦のとこにも取っ手があります。こういったさまざまな方向から持てるというのはね非常に嬉しいですね。あと外観このように、モバイルバッテリーを中に入れとくと、このように外からね差し込んで充電できるポートがついています。この辺りも結構ついているポート多いですけれども、私はねあんまり使わないですね、この USB 端子、まあ、なくてもいいかなというふうに個人的には思っています。そしてビジネス用品は背中側のジッパーを開けると、このように書類なんかはこのようにマチがあるこの部分に入れることができますし、外側に出すためのこのようにケーブルがついてますので、ここにモバイルバッテリー差し込むと外側のポートから充電ができます。そして内側はこのように、ポケットと、あとはモバイルバッテリー等入るねこのような仕切りが2つあります。1つはこのようにジッパーがついていますし、あと真ん中にはペン差しがあります。こんな感じです。そして背中側にはこれねもう必須ですね、このようにモフモフ素材でしっかりと保護してくれる、この素材はねなかなかいいですね。起毛素材、ラップトップ収納部分があります。このようにベルトで飛び出し防止のベルトがついていますので、ここに15インチまでノートパソコン入りますし、この表側にはタブレットが入ります。今11インチの iPad Pro がこのようにすっぽりと入ります。こんな感じです。ちょっとジッパーのね金具がガチャガチャといってうるさい感じはありますけれども、一通りラップトップとタブレット、そして書類筆記用具等が収納できるスペースです。そして最後、やっぱりね持ち運ぶときはリュックスタイルが非常に楽だというふうに思っていますので、最近ではもうリュックのねスタイルばっかりですけれども、このようにリュックのショルダーベルトを引っ張り出すことができます。先っぽはこのような金具になっていますので、この金具を実はこの下側にも留める部分がついてますので、こんな感じで留めると、まあ、簡易的ではありますけれども、このようにリュックスタイルになります。このようにリュックスタイルにすぐ変えることができます。それほどねショルダーパッドは厚くないので、まあ、本格的に背負うというよりは一時的なものかなと思いますし、あとレビューではここの内側の布がねすぐボロボロになってくるという点であったり、あとやっぱそうですね
あとはこのショルダーの付け根の部分の縫製が非常にもろくてね、すぐほどけてくるといったレビューが結構ありますので、うん、やっぱり見た感じも弱そうな感じはするので、あまり重いものを入れてリュックスタイルでガシガシというのは避けた方がいいのかなというふうに思います。うん、そこまで頑丈な縫製がされているような感じではないですね。まあちょっと見えないですけれども。ということで容量、スタイル的にはね非常に薄型で、かつ仕切りも結構多くあるので、一通りの荷物が持ち運べて、なおかつミニマムというような感じかなと思いますが、やっぱちょっと耐久性が気になるところですね。ということで今回はロモスのビジネスバッグ、ビジネスリュックにもなるビジネスバッグをご紹介いたしました。一泊出張だけどそこまで大きな荷物をね持ちたくないわという方は、まあ、こういったサイズのバッグなかなかいいんじゃないでしょうか。ということで今回も見てくださりどうもありがとうございます。